同じ島が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。ふん、女ならばおとなしく銃でも構い。やれるところを見せてやろうぜ。なあ、先ほど伝授していただくわけには参りませぬか。見事な戦ぶり、相手にとって不足なし。しても全くダメだという時がある。そんな攻め、ナオトラ様は汗一つかかないぞ。やはりあなたこそ私がハベルにふさわしきお方。あの方にとってみれば賞も雑票も大差あるまい。おのれ、いたずらに武勇を誇り私にいい家に婿入りしようという魂胆か。ナオトラ様、まともな男などめったにいない。よく覚えておくんだぞお前たち。はっ、もろき玉と返じて勇気を見よ。火に這いつくばるのみか。はっ、図が低い。あの戦果を記していくので精一杯だぜ。
ナオトラ様、いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て。死にたくなければ立ち上がれ。頑張ります。なぜだ、魔王のやつ闇の衣に覆われていやがる。女たちの時代は必ず訪れる。ナオトラ様が切り開くのだ。ジーンは捨ておけ。ナデシコたちこそ陣立ての要だ。これ以上私の乙女たちを傷つけるな。この国があるナオトラが相手だ。無敵なのに。なんと男がそれでどうする。気絶したままでも立ち上がれ。喜んで。男衆が私の戦いを見ればいつかは認めよう。物は天魔の前に姿立てる。沼にいれば沈むことよ。なんじゃ不可能主義か。次は私が相手してやる。逃げるなよ。草木一本生きられぬ谷臓器ウィシキショットよ。ナオトラ様、素敵な夢を。ナオトラ様、ご無事か。あ、よし、なら勝てる勝てる。愛のヤクルに万殺をしてまかなわん。俺たちさ、見てるだけでいいよね。乙女は倒れても倒れても起き上がる。何度でも。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。乱世の今こそこの手で武功を立てれば。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くとは本気でこの国を狙っているのだ。まさか私に気があるのか。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって無敵剣が見たか。聖者聖剣聖外武三千世界のいずれにも世を制しうるものはなし。